お願いします。お願いします。こんにちは。今日は久しぶりのリーフエイディングですね。相棒ひろしくんと行ってきますね。今日は最初マリアのポップクイーンから行きたいと思います。今日はしがみつてきます。なぜ初めてのポイントなんで釣れるか分かりませんが、探りながら行っていきたいと思います。では1投目です。最初はライン巻き立てなんでダダ巻きですね。早っ早っ。いいサイズ。おぉ、なになになに、山飛び1点増えない。おい、来ました。1投目ですか。1投目です。出ました。1点増えない。でもムルーみたいや ね色が。さあもういるそうです。リリース。今からリリースです。めっちゃスローリアだよな、こっちは。バイバーイ。おめでとうございます。さあ、大物狙って何とか。来ました。キラーシ。クッチー。クッチー。釣れました。ました。クッチーです。クチナジさん、磯笛吹きですね。あんまりあれから続かず、場所移動した次のですね、完全に上がってリーフエッジまで歩いていきますんで、ポイントま
続いてハードコアヘビーショット75ですね。これ使っていきたいと思います。ドキドキして投げたけど、来へんもんやな。来へんかったね。あれ、レール変えたんと、そのままこう、下にこうバーンってやって、そのままギャーンってかかった。そのルアーな、そのルアーなんかもうめちゃめちゃ相性悪いんじゃん。うまいね。で、変えたこれで。結果スプーン。あずさ。色塗る、あずさチックルアー。あずさチックルアー。これやったらもうボトムも、ボトムまで落とす。ガンガン攻めれるやつ。なんか奇跡的にもうサザエいそうやけど、ね、めっちゃ綺麗やろここ。ああ、サンゴがすごいと。3ポイント目ですね。次はもう激アサ砂地でウニヒラアジガーラ系を狙っていきたいと思います。次はスイッチヒッターのクリアですね。これで狙っていきたいと思います。Thank you.